最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。彼女との結婚嫌だし。誰でもいいとかじゃないから、今度後悔しないでね。の舞台は拷問刑場。裏切り者が露と消える処刑場だ。死にたくないなら登るしかない。そろそろ始めようか。いよいよ死の登山の本番が始まる。罠の石は乗ると仕掛けが発動する。罠の上で立ち止まらないようにしよう。くそ、また だ。どこまで続いてんだ。毎晩じゃねえか。おい、そこに突っ立ってる羊、金ならやる、いくらでもやる。僕をここから救い出せ。の後継ぎだ。選ばれた人間なんだぞ。羊に言っても拉致が明かん。うだうだ言ってないで立てよ。うるさい。私たち技を検討。え、俺、あなたの登り方結構斬新ですので。そうだな。ではまず私が編み出した技ですが、ブリッジについて説明をしよう。谷まで先に進めないときは石を谷間まで動かして橋を作ろう。谷間があっても石で隙間を埋めてしまえば渡ることができるのだ。
です。もうご存知でしたか。ああ、ってことは空中ブリッジについて説明をしよう。ブリッジを応用すれば石2つ分の広い谷間でも大丈夫。同じ石もう一つ。なんと、いや兄ちゃんすげえな。どうも。よ、あんたにも。ああ、ぜひ頼むよ。スパイダーについて説明をしよう。石が邪魔で目的の石まで行けないときはぶら下がって移動してみよう。邪魔な石を挟んだ両側に U の字のように。油断してはいけませんよ。やっぱ俺の女が魔女だったのか。ああ、例のこないだなんか急に怒り出してな、飯にフォークをガサーッたぜ。殺されるかと思った。でもあなた、そういう人が好きなのでは。女性を支配したがる男性は女性に服従したい願望も強いそうですよ。これ本当です。どうも。さっきの技の先を急ぎたい。いや、くそ、この傷、ここもしかして。お前、登ってる時に襲ってくる羊をさ。それって道の奪い合いじゃないのか。バカ、完全に自分も、あんたもあの国会室で聞いたか。あんたがここに落ちて死ねばいいと現実。ああ、聞いた。あんたにはいるよ、大勢な。大勢けど、まあこんな呪いへでもねえよ。俺は地獄から逃げてきたのさ。ああ、ここ、それって出口があるってこと。ここ、それってここ。やっ、羊の習性先導するな。道具、今夜のバネは周りを普通の石に変える。ドリンクは一度に二段登れるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ。失礼。来たね、子羊さん。なんだってこんなことすんだ。わけわかんねえ石の山を登らされて。それに昨日の化け物、あれ一体なんだ。あのさ、ここはあんたの夢の中だ。何が出るのもあんた次第さ。もっともこの夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。現実世界でおかしな真似をされちゃゲームを続ける上でいろいろと面倒だからね。次はこっちの質問に答えてもらうよ。第3問です。つい浮気をしてしまったとしたら責任は自分だけにあると思います。どっちだ。いいよ、別にね。あんたの動きなかなか興味深いよ。生きて頂上へたどり着いた羊も過去に全くいなかったわけじゃないしね。本当か。ここからずっと上、遥か第8階層にはカテドラルがあってね、その聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれると言われている。つまり一番上まで登りきれば助かるってことなんだな。おしゃべりが過ぎたね。そろそろ次の試練案内するよ。
黒い石には動かせる石と動かせない石がある。石の性質を見分けながら進んでいこう。くそ、またあのえぐい罠がありやがる。 Commencing area 2. Are you ready? よし。すぐってこったな。ほっとくか。